こんにちはジャズドラムの黒田和芳です、えー、僕のレッスンの解説ではこれからよく「強迫」と「弱迫」という言葉が出てくるので、えー、それの解説をしておきたいと思います。まずストロングビート強迫ウィークビート弱迫、まあ、強い弱いそのままですね。表拍は強迫を指して表拍ってよく言うと思うんですがそれはダウンビート、えー 表っていうのはストロングビートと脅迫がまあ同一語ですね。指揮者の指揮棒のタクトがダウンする拍だからダウンビートなわけですね。弱拍は全くその反対アップビートとなります。僕は弱拍を強調すると体がアップすると覚えてました。ダンスなんかまさにそうだと思います。音題で教えているとこの言葉は理論で必ずみんな覚えてるんですけど、何が強いのって聞くとみんなそういうことは理解してなくて、 まあ 1, 拍は強拍で 2, 拍は弱拍ってて覚えてますでもそれをどう利用していいかも全然覚え分かんないわけですね。強い拍っていうのは強く感じてる拍のことを言います。3、まあ、拍子で説明すると分かりやすいので3拍子で説明しますね。3拍子だと123123。 ブンチャッチャーブンチャッチャーというふうに感じていると思うんですがワン・ツー・スリー・ツー・ツー・スリー・ツー・スリーみたいな感じで平たくリズムは取ってませんリズムが回転するようにワン・ツー・スリー強い弱い弱い弱いだけど最後はちょっと強めこの場合はえ強い S 要はストロングビートは強く感じている拍なのですごく安定している拍なんですねだから 1, 2, 3, 1, 2, 3って やるとすす。ごく安定してますもそこを強調すればリズムは止まるわけですねで弱白は不安定だからそこにアクセントを置くと不安定になるからワンツースリーワン次のこのワンのところにベクトルがなんかベクトルこう矢印ができるみたいなワンツースリーワンツースリーワンワンツースリーワンツースリーワン不安定だから次の強白に向かう音が こう音が向かっていく形になるわけですね。このウィークビートを強調する音楽が黒人独特のビート感ですね。興奮を誘うわけですね。要はこういうこう体がアップダウンするわけですね。ストロングビート要は日本の音楽は昔からの音楽は強迫強調型ですね。これは日本のダンスが着物を着てこう踊ってポーズの美なんですね。だから安定した方がいいですか？だからワンツワンツワンツの方がいいですね。2拍子だとこう。 強い弱いですからね。小森田なんかも強拍、えー、強調型ですね,ーねーん。コロリようですね。安定してないとね,ーねーんねんコロリよだと興奮して眠れなくなってしまいます。だから適材適所でストロングビートがいいとかウィークビートが強調型がいいとかっていうわけではなくて、その音楽それぞれでその適材適所で使えばいいということわけだわけですね。 え強、ー、迫っていうのは、一三拍、まあ、二拍子の場合は、一拍目とか三拍目が強迫なんですが。この下の図を見てもらうと、強迫。一二と三四にも、強い弱いがあるわけですね。で、小説にも、一小説目の方、ワンツースリー、ホーツーツースリー、ホート。一小説目の方がでっかい。で、それがまた、四小説の、二小説、二小説の流れであるので、五小説目には、また、大きな。 波が到来すするわけですねなので4小節目の後半にフィルを入れてクラッシュで区切るっていうのはとってもよくやるんですが自然な流れを作るわけですね。コ行動進行でこの「脅迫の位置をこう」を4小節じゃなくて5小節にしたりとかすることがまあできるんですが、まあ、小林武さんのアレンジのものなんかは奇数小節で解決するものが多いんですよ。でとっても自然なのでとってもうまいアレンジっていうことになります。 このようにあの強い弱いっていうのはまるでこうその波の目をうまく読めると少ない音符とか少ない労力でスピードがこう出していけるんですがこの波を読めないと書いても書いても進まないクロールみたいな感じになってしまうんですね。フレーズっていうのは弱白で始まってより強い強迫に流れていくとすごく自然な流れになるのでとてもジャ,ジャズらしい流れになりますね。 相手のアドリブとかバッキングは相手の今のフレーズがどこの脅迫に向かおうとしているかを察知しながら演奏していくわけですよく人の音を聞きなさいって言われると思うんですけど今の音聞いてたらもう手遅れなんですねだから今の音を聞いて2小節目後4小節目後に向かっていくあ多分ここの脅迫に向かうんだなっていうのを察知して自分もそこに向かってフレーズを作っていくわけですね。これは多くのドラマだけに限らず、えー ベーシストやピアニストも悩むところですが相手の音がどこに解決していくのかを察知しながら演奏して予測しながら演奏するということですね。シンコペーションというのは弱拍にアクセントを置いて例えば2拍目ワンツーって強いを置いたらワンツースリースリーにアクセントを置くとスリーに解決してしまいますがそこをスルーするとワンツースリーフォーワン次の1小節までまたベクトルが生まれる。 で躍動感を作るというそういうううそ手法になりだからこういった手法をうまく使いお互いにこう受け合ってどんどんこう次の脅迫に流しながらこう演奏していくっていうのがお互いがねこう立体的な良いアンサープルになるということになります。というわけで「脅迫」と「弱迫」の説明でした、えー。チャンネル登録の方よろしくお願いします。 ドラム講座無料メールマガジンやってますビリーズバウンスという曲を題材に一曲叩けるようにそしてその実際の曲での曲だとこういうところはこのこの曲だとこうはこれだっていうようなそういった解説をしてますよければぜひ覗いてみてくださいすぐ登録にはなりませんから一度その説明ページを見てみてくださいでは以上になりますありがとうございました